山口と愛媛 FC の一戦 J2 第2節です。まずは前半11分、愛媛このリンドウのシュート枠に行ってました。まあ、ここが入ってればっていう形ですけどね。ここもね、はい、1枚余っててリンドウ選手落ち着いてニアサイドをしっかりついてましたけど、ね、ウナユー選手ですよね。はい、最後ウナユーがクリアしました。続いて前半15分、山口高木のシーンです。ポスト、ここも入れ替わってから落ち着いてましたよね。もうシュートは力じゃないっていうのをね、はい、体現してくれたうまいプレーでしたけれども。そして26分、山口小野瀬のこのファーストタッチ、まあ、自分の特徴を生かしたねうまいトラップ。そしてここもね落ち着いて、そうですね、最後はいませんでしたけれども、はい、非常にねここから流れ変わりましたよね。はい、そして27分の山口のこのゴールシーン、オナイワド前からのクロス、ヘディングシュート、ここは気持ちで叩き込みましたよね。はい、オナイワドのゴールです。そして神谷が入りました、愛媛 FC。 56分、神谷が運んでシュートまで行きました。いやここはね打った瞬間入ったかと思いましたけどね、少し回転がね、はい、外に逃げる回転だったので枠外れましたけれども、はい、そして64分は山口、高木が打ちましたが岡本のナイスセーブがありました。74分は愛媛、庭が仕掛けて坪井が最後しっかりと対応しました。はい、ここはよく我慢しましたね。81分、山口、高木のヘディングです。